はい、どうもこんにちは、渡辺です。今回はですね、こちら、Galaxy Watch Active 2の、レビュー第2弾ということで、開封レビューはもう出したんですけども、今回は Galaxy Watch Active 2で、使っていて便利だなと思ったアプリを紹介していこうかなと思います。で、今回はデフォルトのアプリもそうなんですけども、もう結構外部のアプリもいろいろ入れてみました。で、いろいろ入れた中で、まあ良かったものもあるし、これちょっと微妙かも、みたいなやつもあったので、まあそのあたりもまとめてご紹介していこうかなと思います。では、行ってみましょう。はい、じゃあね、時計の画面の方をまずお見せしていきます。で、今ですね、ちょっとね、今日実はジム行ってきたんですけど、今回はこちらの、ね、ホーム画面を使いました。こちらですね。これなんでいいかっていうと、まあ、歩数もそうだし、このトレーニングっていうボタンがあるんですけど、ここをタップすると、まあ、すぐトレーニングのメニューの方に移れるんですよね。で、今日ちょっとパーソナルのトレーニング受けたんですけど、まあ、その時に今からやるのに似たトレーニングを選んで使うっていう風にできて、すごい便利でした。ちなみにホーム画面は長押しをするとすぐ横に行ってね、変えていくことができます。まあ、今みたいにちょっとね、まあ、すぐ今日運動するわみたいな時は、こういう、まあ、便利なホーム画面にしておくといいし、まあ、ちょっとすぐは運動しないかなみたいな時は、まあ、こんなクラシックみたいな、まあ見た目がかっこいいホーム画面にしておくっていうのもありですね。ちょっともうちょい明るくしようかな。よいしょ。うん。で、この時計のウォッチフェイスなんですけども、結構いろいろ入れました。こんなのもあったんですよ。これ結構かっこよくないですか、これ。これは時間と歩数と心拍とバッテリー残量とかも出ているし、秒まで出てますね。うん。っていう感じで結構情報量が多くて、しかもかっこいいんですよ。なんかこれ見ると、シュタインズゲートを思い出すんですよね。わかる人はわかるかなと思うんですけど。まあ、そんな感じで結構かっこいいやつもあったりします。これは外部からインストールしました。無料でしたね。ニクシーピクスト1っていうのかな。はい。こんなやつもありました。で、あと入れたのが、これですね。はい。これは結構ね、ごつめの時計のデザインになってるんですけど、これも、ま、時間も普通に出てるし、バッテリーも出てるし、まあ、心拍数も出てますよ、というやつで。あと、針がね、秒の針も出てます。うん。で、オールウェイズオンディスプレイの方になるとこんな感じですね。うん。まあ、時計消えてても、まあ、薄くなるだけで、この針とか見えてるし、時間も確認できるので非常に使いやすいと思ってます。で、オンの時計こんな感じですね。これもなかなかいいですよね。MD125 ハイブリッドっていうやつですね。あとは、アップランチャーっていうのも入れてました。こちらですね。これがウォッチフェイスなんですけど、ここから直で、アプリの方に飛べるんですよ。これもなかなか便利。で、まあ、天気だったらすぐ天気タップすると天気いけますよとか。で、消えてる状態がこの状態ですね。普通にシンプルな曜日と日付と時計が出てるっていう感じですね。で、新着のメールとかここに出てくるというところ。あと S ヘルスとかも、ね、ここから直でいけるんですよね。はい。今日の消費カロリーとかね。結構消費してるんだけど、ジム行ってきたからね。こんな感じになってます。はい。端末を探すボタンとカレンダーとメッセージですね。それから電話もいけますと。これ世界時計ですね。これあんま使わないな。で、まあ、ここのアプリの並び方とかを、まあ、変えるってことはできないっぽいですけど、まあ、とりあえずよく使うようなアプリが並んでるので、これもなかなかいいかなと思いました。これアップランチャーっていうやつですね。これも追加で入れました。で、あとちょっとかっこいいなと思って入れたのがこれです。はい。これも情報量としては、歩数と時計とバッテリーと曜日と日付ですね、が出てます。で、なんかね、これ動いて回転してるんですよ。で、消えた時はこうなる。結構シンプルだけどかっこいいですよね。で、まあ白黒なんで、なんとなくダークモードじゃないけど、結構バッテリーの消費も少なそうだなと思って入れてみました。ファーマディディっていうのかな。はい、ちょっと不思議な名前ですけど、こんなのもあります。追加で入れた、ホーム画面の方はこんな感じですね。で、私がよく使ってるのは、見た目的に好きなのは、初回でもお見せしたこのクラシックが結構好きっていうのがあります。うん。便利さで言うと、基本的には、これですね。健康ダッシュボード。Galaxy Watch Active の時もこれが好きだったんですけど、まあこれ今回も結構使ってます。うん。で、なんかアニメーションが前よりも結構豊かになってますね。で、まあ気分を変えたい時なんかに、ファーマーディディとか、アップランチャー、あとはニクシーピクスト1とか、これもたまに使ってます。という感じになってます。基本ですね、私がインストールしたこの、まあ、ウォッチフェイスは全部無料のやつですね。有料のやつもあるんですけど、無料でも結構いいのあるので、いいかなと思います。こんな感じで、入れていくことができます。はい。で、次ですね。結構大事なの。iPhone と Apple Watch では、
アップルウォッチを使ってこの、まあ、スマートフォンのカメラを操作することができるんですよ。で、ギャラクシーウォッチアクティブ2はどうなのっていうところなんですけど、一応操作できます。ただあのデフォルトのアプリではなくて、まあ、外部のね、後からインストールできるアプリを使って操作するっていう感じになります。でね、結構ね、いくつかこのカメラ操作系のアプリもあるんですよ。有料のものもあるし、無料のものもあるし、いくつかあるんですけども、今回私2つ検証してみました。今回私が使ってみた2つをね、紹介してみようと思います。はい、でアプリの一覧開くときはここで、まず1個目がですね、これですね、このカメラ1っていうのがあるんですよ。はい、これ立ち上げますと、でアプリに接続していますでしょ。はい、そうすると、これなんと今このスマホの、カメラがもう自動的についてるんですよ。でスマホ側では、特にアプリとかが立ち上がってるって感じではないんですけど、スマホのカメラがこうついてるということです。はい、ちょっとねスマホの、手前にカメラを置いてみてね、こんな感じで今指を映ってるんですけど、この状態でこのシャッターを押すと、はい、これでもう写真が撮れてるんですね。はい、でスマホ側では一切何も反応してないんですけど、このスマホの中のギャラリーに行くと今撮った写真がもう入ってるんですよね。だからもう自動的に、こっちでシャッター切ったものはこの中に入ってるということになります。であともう一個いけるのがこれビデオボタンですね。録画開始とやると、これ今ビデオレコードされてます。だからこうこの状態でこう、まあ、手とかね入れてあげると、多分これでビデオ録画されているので一回停止します。はい、そうすると今撮ったビデオがこの中に入ってきていて再生できますと。まあ普通の標準のカメラを使った動画っていう感じですね。うん、あ、ちゃんとね指やったやつも入ってますね。はい、こんな感じで動画撮れます。で気になるのはこれ、こちらがですね標準のギャラクシーのカメラアプリなんですよ。これを使ってるわけじゃなくて、まあ、カメラ1から自動的に、まあ、外部のアプリを連携して使ってるっていう感じになるので、操作感が違うっていうところと、まあ、カスタマイズ性が低いっていうところがちょっと気になりますね。まあ、例えば、今標準のカメラで撮ってたんですけど、超広角のカメラ使いたいとか、望遠したいとか、ライブフォーカス撮りたいとか、そういう細かいところはできないので、細かい作業はできないけど、一応シャッターと録画の開始はできるっていうのが、このカメラ1っていうアプリになってます。あ、ちなみにね、これ今無料版使ってたんですけど、このゲットプレミアムってやると、プレミアムバージョンがありますということですね。はい、ちょっと見てみようか。プレミアムバージョン何できるのか、ボタンのレイアウトが変わる、インカメとアウトカメラをいじれるようになりますよっていうのと、ズームできます、フラッシュ使えます、ホワイトバランスとかフィルターとか HDR をいじれます、写真と動画のサイズを選べます、タイマー使えます、パワーセービングモード、ホームボタンを押した時のアクションが変わりますと。いう感じで、ちょっとプレミアムにすると、まあ、操作感が、さらにカスタマイズ性が良くなって操作できる項目が増えるっていう感じですね。まあ、こちらの方でちゃんと日本語の説明もありましたね。うん、っていうのがカメラ1ですね。うん、ちなみにもう一つですね、カメラのアプリをちょっと入れてみたんですけども、こちらですね、このカメラボタンがついてるやつ、これギャラクシーカメラリモートっていうアプリになります。まあ、さっきはギャラクシーのこの標準のアプリを使うっていうよりは、まあ、カメラ1のアプリを使ってるって感じなんですけど、まあ、今回のギャラクシーカメラリモートっていうのは、まあ、こちらのギャラクシーのカメラアプリをリモートするっていうね、アプリなんですよ。はい。で、今起動されたんですけど、なんか謎のボタン出てますよね。で、これで、なんと、このカメラの、このスマホ側の、このどこのボタンを押しますかみたいなところに枠ついてるんですよ、これ。青い枠が出てるんですけど、これこうやって操作していくことができるんですよ。今、ライブフォーカスにしました。タップすると、ライブフォーカスになります。いうところ。だから結局これ使えばギャラクシーのこのスマホに触れなくてもここで操作できるんですよ。超広角もここで操作できて、でここでシャッターを押すと写真も撮れるという感じですね。っていう感じで、一応このギャラクシーカメラリモート使えばスマホに一応触れなくても、まあ、カメラの操作ができますということですね。しかも細かい操作までできます。ちなみにここからこの下のボタンを押すと、こうですね、タイマーとかも使えるんですよ。はい、って感じ。3秒でしたけど、タイマー使えます。これが、うん、これもシャッターボタンですね。で、これでアプリの終了もできますという感じです。一応、ギャラクシーカメラリモートなんですけど、カメラ以外にもですね、このポインターを使って、スマホを操作することもできます。カメラじゃない、アプリとか立ち上げることもできるんですよ。はい、ポチッと。Chrome を開いたりとか。そんなこともできます。なので結構ね、汎用性が高いってところで、このギャラクシーカメラリモートは入れておくとちょっと面白いかもしれないですね。
ちょっと手は届かないけど、この遠くにこのスマホを置いてカメラのシャッターを切るとか、そういうことができるということですね。ただまあ弱点言うと、まあこのディスプレイの方にカメラで映ってるものが出てこないので、どんな絵で撮れてるかっていうのは、まあ直でこのスマホの画面を見るしかないというところが、まあ弱点かなと思います。はい、じゃあ次のアプリいきましょう。こちらですね、こちらがギア音声メモっていうアプリになります。まあこれはやっぱり便利ですよね。この手元で音声を吹き込んでメモを取ることができる。でその取ったメモがスマホにもうすぐ転送されているっていうものになります。まあ一応やってみますけど、じゃあ音声メモいきますね。はい、どうもこんにちは、渡辺です。今音声メモを取ってます。どんな感じでしょうかってやると、この音声メモどこに行ったのかっていうと、もうギャラクシーのスマホに行ってます。まあそうすると今一番上にですね、音声メモ入ってきました。でこれ再生してみますね、ポチッと。音声メモを撮ってます。どんな感じでしょうかっていう感じで、結構いい感じに音取れるんですよ。ちなみにこのアプリの中でこの無音部分をスキップとかね、結構面白い操作もできます。でしかもですね、これめちゃめちゃすごいことに気づいちゃったんですけど、これ見てください。これもうリアルタイムでテキスト変換されてるんですよね。メモ取ってます、どんな感じでしょうか、ギャラクシーのスマホに入ってますみたいな。音声取れてるのと同時にもうテキスト変換されてますというところ、これあのピクセル4の機能やないかということなんですけど、できてます。はい、まあ、精度はどうか分かんないですね。まあ、ちょっとこの辺でミスってるところあるんですけど、まあ、ギア音声メモ喋って、録音してスマホに転送されてる、しかもテキスト変換されてる、めちゃ便利っていうことですね。これはぜひ使っていただきたいなと思ったアプリですね。はい、で次紹介したいアプリがですね、こちらですね、このブラウザマークがあるんですよ。はい、ポチッと。これやると、なんとですね、ブラウザ見れちゃいます。まあちょっとね、デフォルトで入っている、まあ、こんな感じでページがあるんですけど、まあ、MSN とか開いてみますか。そうするとなんとこの時計の中で、はい、ウェブブラウザ見ることできます。こんな感じでですね、まあ、ニュースとかね、普通に見れちゃうんですよ。でもちろん検索とかしようとすると検索もできます。はい、で検索すると、渡辺一正さんのブログとかもいけちゃいますよ。おー、すごい。これ私のブログなんですけど、この時計で見れちゃってますね。で一応文字も見れます。はい、こんな感じですね、ブログとかも、まあ、一応閲覧できますね。まあ、決して快適かっていうと快適ではないですけど、手元でこんだけ見れてるだけでもすごいですよね。一応文字の方は十分見えるレベルの大きさになってます。こんな感じですね。はい、ということで、まあ、インターネットのブラウザ使えますというところ、まあ、ここもすごいよね。であとまあ一応使えるのはこのマップとかですね。マップとかやると、まあ、簡易的な Google マップが見れるという感じです。でまあ検索して、住所とか入力するとナビとかね使えたりしますというところですね。まあ一応こんな感じで線とか出てきて、ナビを簡単にしてくれるっていう感じですね。はい。まあこれもね、決して使いやすくはないですけど、一応手元でナビもできるし、マップの確認とかもできるので便利かなと思います。で、あとよく使ってるので言うと、こちらですね。これ目覚ましかけれます。で、個人的にこの目覚ましがめちゃめちゃ気に入ってて、最近ですね、ギャラクシーウォッチアクティブを、まあ、寝る時もつけて寝てるんですけど、朝ですね、目覚まし8時とかにセットすると、まあ、時計が振動して起きれるんですよ。それがめちゃめちゃいい。普通に、まあ、私の場合ですけど、まあ、普通に時計のアラームとかも設定するんですけど、まあ、止めたら寝ちゃうんですよ。はい。だけど、なんかね、普通に音で鳴るよりも、この振動で起きた方が、あっつって起きれるんですよね。はい。なので結構時計でこのアラームを使うっていうのも最近気に入ってます。で、あとアプリの紹介で言うと、電卓とかもいいんですよね。これ手元でこの計算できちゃうので、スマホを取り出さなくても、ちょっとしたまあ計算とかしたいとき、手元で計算ができます。っていうところがまあ、いいかなというところですね。これデフォルトのアプリですね。で、ちなみにちょっとね、このニュースブリーフィングっていうアプリを入れてみたんですけども、これね、ニュース全部見れるのかなと思ってちょっと期待してたんですけど、タップすると、ニュース全部見ようとすると端末に表示ってなっちゃうので、結局このニュース記事全部手元では見れないってことで、ちょっとここはね気になりました。せめてニュース記事1記事は全部見せてほしかったなというところがあったりしました。はい、一応ね、前回の動画でも紹介したんですけど、プレイヤー 4YouTube、 これはねおすすめです。今回、ウォッチアクティブ2になってから、YouTube ですね、手元で動画見れるようになったんですよ。はい。で、検索すると、こんな感じで。
はい、みたいな感じで動画を見れますというところ。なので、まあ、プレイヤー for YouTube も、まあ、入れといてもいいのかなと思ったアプリですね。はい、ということで今回は Galaxy Watch Active 2をですね、しばらく使ってて、これはいいなと思ったアプリなどを紹介してみました。まとめますと、まあ、カメラの操作ができるっていうアプリも一応あるっていうところと、インターネットのブラウザーとか、まあ、直で見れちゃうっていうのも面白いですね。特に驚いたのはギア音声メモ。これはすごいです。まあ、音声取れちゃうのもいいし、何よりテキスト変換されてるっていうのがすげえなと思ったところですね。でさらに、まあ、撮れてる音声もなかなかいいっていうところもあって、まあ、マイクも結構優秀なんだなと思いました。まあ、こんな感じで、まあ、いろいろ Galaxy Watch Active 2ですね、アプリを追加して楽しむっていうこともできますので、ちょっとお手元にもう届いた方はぜひですね、まあ、いろいろアプリを追加して楽しんでいただければなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。